です。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。2022年2月15日、韓国青瓦台大統領府から、グローバルサプライチェーン危機、韓国経済の体質と産業競争力強化の機会としなければなりませんというプレスリリースが出ました。その中に注目すべきムンジェイン大統領の言葉があります。ムンジェイン大統領は、グローバルサプライチェーン管理が韓国経済構造の革新と述べた後、日々進化するサプライチェーンリスクに先制的に備えるためには、安定性を中心に据えた供給体系転換が緊急になったとし、優れた製造業生産基盤、卓越した革新力量危機に対応する柔軟性を基盤に、グローバルサプライチェーンの危機を韓国経済の体質と産業競争力を強化する機会としなければならないと述べていました。さらに、ムンジェイン大統領は、民間協力してサプライチェーン危機に堂々と対抗し、機会を作ってきたとし、日本の輸出規制、正確には輸出管理の厳格化に対抗して、素材、部品、装備自立化の道を開拓し、革新部品に対する対日依存度を大きく下げた経験と、昨年の要素数事態を迅速に克服した事例を語った後、2019年素材部品装備特別法を制定し、今年初め、先端産業育成特別法を制定し、サプライチェーンリスクに先制的に対応するための法的基盤を構築したと述べています。が、しかし、実際は、半導体製造の革新素材、部品、装備についての対日依存度は低下するところか、むしろ高まっているという結果が出ているのです。ムンジェイン大統領の発言は、自身の功績をアピールするためだけのパフォーマンス発言だと言わざるを得ないでしょう。なんせ、韓国メディアの朝鮮日報は、2022年2月5日付の記事で、2年が過ぎた昨年7月、ムンジェイン大統領は、ソ成果報告大会を開き、日本の奇襲攻撃に対抗して、ソ自立を成し遂げたとした。しかし、4日、本紙、朝鮮日報が、直近4年間の政府貿易統計を分析した結果、昨年日本から輸入した素材、部品、装備は、貿易紛争以前の2018年よりも、むしろ増加したことが分かった。2018年の対日本の素材、部品、装備輸入額は381億ドル、45兆7000億ウォンだった。2019年、日本が経済報復措置を断行すると、329億ドルとしばらくは殴られた収入額は、翌年340億ドルに反騰し、昨年は395億ドルに上がったと記事にしていました。朝鮮日報の調査によれば、ムン大統領が高らかに誇った成果は厳格で、輸出管理強化の前、2018年よりも、むしろ、素材、部品、装備の輸入金額は増大していたのです。ただし、素材、部品、装備全体の輸入額全体に占める日本からの輸入の割合は、2018年、18.3% から、2021年、15.9% に減少しているのも実情ですが、これには、大きなからくりが存在しているのです。2019年の日本の輸出規制品目3種の一つだったフォトレジストは、日本の輸入依存度が2018年の 93.2% から昨年 79.5% に減少しましたが、代替供給網であるベルギーを発掘してフォトレジスト輸入額を10倍以上大きく増やし、ベルギーからの輸入比率は 15.8% を占めました。しかし、これをめぐって、日本経済新聞は、韓国のフォトレジスト、ベルギー輸入分は、日本 JSR のベルギー工場で製造されたものとし、欺瞞的な数値発表と、暴露報道されています。事実は、フォトレジストの製造国だけが変わっただけで、依然として日本メーカーの製品だということなのです。それに、高純度フッ化水素についても、韓国産業通商資源部は、129のフッ化水素を開発したと豪語していましたが、真実は、高純度フッ化水素生産のための原料需給から製造に至るまで、すべての関連企業が日本の化学会社との合弁会社で製造したものだったのです。これだけでもわかるように、韓国は素材、部品、装備のどの革新素材を日本企業に依存せずに半導体製造ができないことが露呈しているのです。日本は、
いざとなれば韓国の半導体産業を締め上げることが可能ですが、岸田総理や林外相のような半島に対してこびへつらう政権は何もしない、できないことでしょう。韓国紙中央日報は2月17日付で、双子の赤字まで起きるか、大統領選挙後の韓国経済防波堤もないと題して記事を掲載。一部を引用してお伝えいたします。大統領選挙後の韓国経済に暗雲が立ち込めている。最近内外で経済リスク要因が同時多発的に発生しているためだ。韓国経済の牽引役である貿易に赤信号が灯った。16日の企画財政部と産業通商資源部などによると、韓国の貿易収支は昨年12月と今年1月の2ヶ月連続で赤字を記録した。2ヶ月連続の貿易赤字は金融危機当時の2008年から14年ぶりだ。貿易赤字は今月も10日までで35億ドルと続いている。韓国は輸出で生きる国だが、これは経済成長率と対外信頼度にマイナス要因となる。経済衝撃を止める防波堤にあたる財政も今年まで4年連続赤字を記録すると予想される。政府の総収入から総支出を差し引いた統合財政収支が4年連続で10兆ウォン以上の2桁の赤字を記録するのは今回が初めてだ。韓国政府が新型コロナウイルス対応などのため支出を拡大した影響と分析される。これに伴い対外支払い能力を示す経常収支と国の財務健全性を示す財政収支が同時に赤字に陥る、いわゆる双子の赤字が今年現実化する恐れもあるとの懸念が出ている。双子の赤字は内外の均衡が崩れた状況を意味するが、韓国では1997年の通貨危機当時に発生したことがある。2009年には統合財政収支が赤字を記録したが、経常収支は黒字を記録し、双子の赤字は免れた。ハイ投資証券のパク・サンヒョン研究員は最近の報告書で、1月の貿易収支赤字幅を考慮すると1月の経常収支もやはり赤字転落の可能性が高く、双子の赤字が視野に入った。原油、ガス、石炭などのエネルギー価格上昇による輸入額急増で輸出増加率 20%、 輸入増加率 30% を仮定すると、5月まで貿易収支は赤字の流れが続くだろうと明らかにした。庶民の暮らしも大統領選挙後はさらに厳しくなりそうだ。今も各種生活必需品価格が相次ぎ上がっているが、大統領選挙後はこれまで物価管理を理由に抑え込んできた各種公共料金引き上げなどが待機しているからだ。電気料金は4月と10月の2度にわたり段階的に引き上げられ、ガス料金は5月、7月、10月の3度にわたり順次引き上げられる。水道料金やバス運賃のような公共料金も引き上げ圧力が激しい。食品もやはり値上げラッシュが当分続く見通しだ。コリョ大学経済学科のカン・ソンジン教授は、ドルが上昇しエネルギーや原材料のウォン換算価格が上がったのがまた別の物価上昇の要因と指摘した。今後誰が大統領になろうが直面するほかない韓国経済の状況はこのように容易ではない。これに備え合理的かつ長期的な経済政策を提示しなければならないが、大統領候補は近視眼的で人気迎合的な政策ばかり吐き出している。ポピュリズム競争をやめ韓国経済に活力を取り戻す方策を見つけることに期待を突き合わせなければならないという指摘が出る。ソウル大学経済学部のキム・イン・ジュン名誉教授は、どちらか一方がばらまき政策を持ち出せば、別の一方はさらにばらまき政策を乱発し、短期的人気政策によって大きな長期的副作用を生む。危機克服に対する国民的合意なくポピュリズム政策が現実化すれば、韓国経済は今後速いスピードで悪化したり、日本の失われた30年のような長期沈滞に陥りかねないと警告した。一般的に双子の赤字という用語は財政赤字と貿易赤字が同時に発生する状況を指すことが多いようです。双子の赤字という状況が継続し、政府部門と海外部門が同時に債務超過状態となれば、いわば韓国内でお金が足りなくなる、すなわち外国からお金を借りなければならない
という状況が生じます。韓国政府が財政赤字を計上かつ貿易収支も赤字となっているのであれば、韓国内の投資を国内の貯蓄だけで賄うことができないという状況が事後的に生じるということなのです。ハードカレンシー採用国あるいは基軸通貨国のように、その国の通貨そのものが世界から信頼されているようなケースにおいては、長年双子の赤字という状況を続けることが可能とされています。しかし韓国ウォン自体が世界で広く通用するハードカレンシーでないことは周知の事実です。それに韓国経済の場合、本質的な問題点は双子の赤字というよりも、韓国の場合は外貨流出リスクが高いことが大きな要因だと言えます。また韓国の通貨当局は為替介入を頻繁に行っています。米国財務省は韓国は為替介入を行っていると認めています。国際決済銀行 BIS の国際予信統計のデータによれば、韓国は外国の金融機関から常に3000から4000億ドルほどの金を借りており、特に米国の金融機関からは1000億ドル以上、英国の金融機関からも1000億ドル近くの融資を受けています。そしてこのうち米国に関しては短期1年以内の債務が562億ドルを占めており、万が一2020年3月のコロナ禍のようなショックが再び発生し、韓国が500から1000億ドル程度の短期資金が逃げ出せば、韓国では再び通貨危機が発生するかもしれないということです。とりわけ韓国は2015年に日本との100億ドルの米ドル建て通貨スワップ協定を失効させているのに加え、昨年末で米国との600億ドルの為替スワップも失効した状況にあります。もちろん双子の赤字も長期化すれば韓国経済のリスクになってくる可能性はあるのですが、むしろ韓国経済の本当のリスクは外貨流出リスク、とりわけ外貨建ての短期資金の借り換えができなくなってしまうことにあると考えた方が妥当なのです。韓国政府にお願いしたいことは、日本に対して通貨スワップ締結を厚かましく持ち出さないでほしいということです。特アニコビヘツラウ岸田政権なら、韓国が望むなら通貨スワップ締結をしてもいいよと言い出しかねないことが気がかりで仕方ありません。岸田政権は毅然とした態度が取れないので心配ですね。 MHK ニュースでした。